ようこそ小石田農園へ。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディ、まだまだ夏ですね。もう今日ちょっと暑いんで、軽くですね、野菜取って、はい、無人販売所に並べるっていう、ちょっと外れ会です。はい。小石田 J チャンネルに当たりなしっていうのもありますけどね。ああ、だから外れ会だと思ったら今回は大外れ会だ。大外れ会、まあ、どうなるかお楽しみに。それじゃあ収穫したいと思います。レッツ農業。もうすでにぐったりしてますからね。セミの方が我々より元気です。最後の鳴きっぷりです。はい。本日収穫するのはナスです。あら、見えますか？ナス。夏ですね。夏です。ナスです。ナスですよ。そんなね、もうナスが出てきたらすぐダジャレを言うなんて思うんだ。ナンセンスですよ。ナンセンス。まあ、これを撮らないとね、今週の動画がナスになってしまう。ナスになってます。あのおじさんとかってナスでダジャレ言ってくださいって言ったら、言うことナスって言うじゃないですか。はいはい。もう言うことなしって言葉すら最近言わないですからね。そうですね。全てが古いですからね。全てが古い。早速ね、ナスが結構あるんで、はい、ナスはね、やっぱいいんですよ。見てください、早速取りますけど、でもちっちゃいな、どんぐらいがいいんだろうな。ナスはね、すごい張りがありまして、土壌が悪くても育ちていますもんね。そうですね。あ、いいじゃないですか。ナス、私が収穫しました。ありがとうございます。ポンの音、ありがとうございます。ポンの音入れるのもめんどくさいですからね。そうですね。もう入れておきましょう。めんどくさくないよ、別に。あ、いいですね。もう一回いきます。ナス、私が収穫。早いよ。すいません。ちゃんとしてくれよ。まだあるから、ちゃんとね。はい。ちゃんとうまくやってよ。すいません。あ、いいじゃない、これ、なんか。市場に張りがある、いいですね。あ、いいですね。ナス、私が収穫しました。遅いよ。今度は遅いんだよ。すみません。ちゃんとしてくれよ。これナスが3つ揃ったら、はい、ポンしていいですか？ちょちょ、麻雀じゃないんだよ。ナスのポンすな。ポンってすんなよ。ポン。おい、俺年上だぞ。つまり先輩、ポンってすんなよ。下手くそでしたね。あれ結構さ、リズム難しくないですか？つまりヒートツ運営の先輩ポンってすんないよ。あ、オッケーオッケーオッケー。行くよ行くよ。はい。ないな、もうナスが。ないぞ、いいナスが。それやりたいね。ポンってさせてくれよ。あ、いい。あ、いい。つまりヒートツ運営の先輩ポンってすんないよ。ポン。いや、俺が言うんじゃないぞ。ちょっと待って。ちょっとルールが分かんなかったっす。ポンってされて。はい、ポンってすんなよでしょ。あ、すみません、すみません、うん、ちゃんとお笑いにはね、ルールありますから、意外と意外とっていきますよ、はい、ナス、私が収穫しました。ヒートツ運営の暑さのせいですね。カットしてくださいそうですね、こんなグダグダだ。要はあれすごいってことですね。全然僕らチャンピオンでもなんでもなかったですルーザーです、ルーザー。ルーザーズ。敗者ズ。あ、結構、あ、もうね、なんかな。かな。これはすごいですね。綺麗なナス。綺麗なナスですね。綺麗なナスしてたんだぜ。知らん。綺麗なナスしてたんだぜ。何も言えなくて、ナス。いいですね。クソジジイです。J ウォークね、小石田 J ウォーク。小石田 J ウォーク。J チャンネルの。いいですね。J つながりで。あ、これもいいよ。これも何も言えなくてナス状態ですね。あ、いいですね。はい。
綺麗なナスしてたんだぜ、知らなかったよ。渋いなこれ。ナスの日のね、あ2024ですよね。いいですね。ドラマチックにせいえいえいナス。あ、いいですね。もうなんだよこれ。1993年の話してるじゃん俺ら。もう31年前なんですよ。31年前だよちょっと。いやでもナスいっぱいあります。いっぱいありナス。これだから撮るのが小石田さんのナスのお仕事ですよね。ナス、ちょちょ、パン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 、おいカメラマン。ナースのお仕事だよそれ。おっちょこちょいだ。タンコナスですね。タンコナス。いいですね。ナス。結構取れてますね。取れてます。いいナス。結構取れてますよ。いいですね。この虫の音もね。そう、もう。秋ですね。すごいよ。秋も近いですね。秋も近い。今8月20日です。秋も近づく88夜みたいに言ったけど。もうよくわかんねえよ。こんなんでっかな。まあもうそんだけあれば言うことなすじゃないですか。お、本当に。本当ですね。ね。隠れナスがいっぱい取れてる。見てください。あ、本当だ。すごい。いいですか、こんないっぺんに取っちゃって。いっぺんに取らないともう朽ち果てていくだけだでも。本当にね、成長早いから。ああ。一日でもこんぐらいになるからこれが。小石田さんこんだけ成長しないのにね。本当だよ。カメラマン。でプップップップ。多分このナスのカゴとかぶっくら返しちゃうんですよね。ぶっくら返す。なんでぶっくら返すって。ガチャ。強烈な日本語。いい、公開しましょう。はい。もうこれ以上やるとね、本当に。夏が止まら、ナスが止まらなくなる。ナスがナスになっちゃいますからね。お、もう、もうナスすべなしということで。ナスの仕事ね。じゃこれでね、これを無人販売所に並べたいと思います。はい、いきます。はい、いった。ああ、パパ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 パ。最後ハートになってあのこう決まってね。いいでしょ、ドタバタしたね。水木有沙っぽかったでしょ。はい、ありがとうございます。あ、終わりです。ちょっとナスもそのカゴに入れて持ってけばよかったんじゃないですか。持てるからいいんだよ。もうナスしかないです。あ、ナス以外ナス。ナスですね。落とした、せっかくの。だからカゴを持ってけばよかったんじゃないですか。もしくはそのナスのそのカゴあるじゃないですか、なんぼないんだったら。そこ、それ一回持ってきて、でそこにセットしてから持っていくとかやり方あるじゃないですかね。2本余らせて、であのカゴもつからずに、で持てるからって言って自分で全部持ってって、で落としちゃって、ごめん。なんも言えなくて。ナス。そんな言われたら俺何も言えねえよ。何も言えねえ。どっち今、どっちかな。Jウォークか、ね、はいはい、北島康生 か、 どっちか。どっちも不倫だよ。あれ、二大何も言えない人ですよね。あ、三大じゃないですか。だから Jウォーク、北島康生、小石田純一。あ、もう今令和の何も言えない男。おい、平成無責任男みたいな感じで。言わなきゃダメだろ、芸人やってんだから。令和の何も言えない男。
今日もね、もの言わぬ男、うん、今日もほぼ喋ってなかったと思います。あ、喋ってなかった一回も、なんも言えない。キュウリもちょっとあるんですけど、化け物キュウリだったら買ってくれない。うん、そうですか。それに対する何かこう解決策があるわけでもなくね、うん、化け物キュウリだから売れないっつって、もう何も言えない。何も言えないな。じゃあ皆さんもね、はい、何も言わず買ってください。はい、お願いします。はい、来週の動画は頑張ります。トレンディ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。